皆さんこんにちは。今回は五木まり子さんをご紹介します。90年代のトップ AV 女優五木まり子。学生時代、青木さえこ名義でデビューし、自身の美貌を武器にデビュー作を3本同時に世に送り出したことにより話題となりました。2023年現在にデビューしても人気間違いなしなスタイルの持ち主、一世を風靡した AV 女優なのですが、デビューからわずか2年ほどで活動を休止してしまうのです。今日はそんな彼女のデビューから現在までを紹介していきます。 1. AV 女優五木まり子のプロフィール。生年月日1970年2月27日3サイズ86、60、89。1970年2月27日生まれ、埼玉県出身の五木まり子さん。3サイズはバストが 86cm でウエストが 60cm の D カップと現在では普通のサイズですが、デビュー当時の平成初期であれば巨乳と言えるほどの大きさ。そしてヒップは 89cm と程よいエロスを感じさせる肉付き。さらに身長は 160cm と高めであり、彼女のスタイルは完璧であると言えるでしょう。そんな彼女は AV 女優としてデビューし、わずか1年で活動休止。そして再び活動再開するも2年後に再び活動休止と、4年にわたる慌ただしい現役生活を送っています。そんな中、出演した AV の総本数はデビュー当時の青木さえこ名義と名義変更後の五木まり子の作品を合わせて約80本。受賞歴としては成人雑誌オレンジ通信の企画 AV アイドルベスト10にて1位を受賞したこともあり、 AV 業界トップと言えるほどの人気ぶりでした。現在は活動を再開しておらず、実質引退状態となっています。引退後は一般的な仕事に就き、 AV 女優としての活動再開は今のところ予定されていません。簡単なプロフィールを紹介したところで、次はデビュー当時から実質引退状態となった現在までの主な出来事を年代別に紹介していきます。 2.1989年、青木さえこ名義にて AV 女優デビュー。バブル経済の絶頂期だった1989年、当時大学生だった五木まり子さんは青木さえこ名義にて AV 女優としてデビューします。通常はデビュー作を1本リリースするのですが、青木さえこさんは3本同時にデビュー作をリリースしているのです。そんな彼女の衝撃的なデビューを世に放ったのは、巨乳 AV 女優である松坂貴美子さんの作品で大ヒットしたダイヤモンド映像というアダルトメーカーでした。彼女の魅力は何といっても美しい形をしたお手絵、離乳によりさらに大きく見えるお手絵を武器に AV 女優として活動。そして巨乳や淫乱といったワードで人気 AV 女優となった彼女は、木まり子と改名し、活躍の場を AV だけでなく成人映画まで広げていきました。 3.1990年、人気絶頂でありながら活動を休止。1992年に活動再開。デビューから1年、出演作品は50本を超え、ハイペースな活動とともに人気も急上昇し、 AV 女優として絶頂期だった五木まり子さん。しかし彼女は1990年に活動を休止してしまいます。その後の活動は AV 業界を離れて雑誌のコラムを執筆したり、インタビューの聞き手として活動していました。活動休止の理由は明らかとなっていませんが、一般的な仕事に就いていたことから、彼女は AV 業界から一度離れてみたかったのでしょう。 AV 女優として人気絶頂であったにもかかわらず、活動を休止し他の職に就いていた五木まり子さん。2年後には復帰するのですが、活動を休止していた2年の間に AV 業界の景気は右肩下がりとなってしまいます。AV 業界の現状を知った彼女は、自分が復帰して業界が盛り上がるのならと、業界の景気回復のために文字通り一肌脱ぐことになるのです。そして彼女は AV 女優としての活動を再開します。ひらがなからカタカナに名義変更しただけなので、
業界復帰を待ち望んでいたファンはすぐに気づいたことでしょう。4.1994年、再び活動を休止し、事実上の引退状態となる。復帰した五木真理子さんは、2年の休止期間を経ての復帰にもかかわらず、6本の出演契約に対して3000万円の報酬を受け取っていました。活動休止前の活動期間は2年ほどですが、報酬金額から当時の人気ぶりを伺うことができますね。復帰後のジュマリコ名義で出演した AV の本数は、単体と共演作品を含めて30本となっています。1992年より復帰した彼女は、AV 業界の景気回復に尽力しました。しかし業界の不景気は予想以上に深刻で、彼女の影響力をもってしても、それほど回復することはありませんでした。そして活動再開から2年後の1994年、彼女は AV 業界から姿を消し、再び活動休止となってしまいます。2度目の活動休止以降、彼女は姿を現すことがありませんでした。活動再開を待ちわびるファンは多いですが、現在も復帰する予定はありません。こうして彼女は事実上の引退状態となったのです。5.AV 女優五木真理子のプライベート事情。ここからは怒涛の AV 女優活動を送っていた五木真理子さんのディープな情報について紹介します。彼女は2度活動を休止していましたが、1990年の活動休止時にとある伝説級の AV 男優と交際していました。伝説級の AV 男優とは、今や誰もが知っている加藤隆さんだったのです。出演した作品は1万5千代元を超え、女性を1分以内に生かせることができるゴールドフィンガーで有名な AV 男優となっています。現在は AV 男優を引退し、知名度を生かしタレントとして活動しています。そんな加藤隆さんは、五木真理子さんが活動休止していた1990年にお付き合いしていました。どちらもトップクラスの活躍ぶりで、二人の交際は大きな話題となり、様々な噂や憶測が飛び交っていたのです。夕刊フジの取材に対して、加藤隆さん本人が以下のように語っています。今、考えると単なる若造の発想なんだけどね。五木と付き合い出した当初、現場に行くのが嫌になって、監督のところに相談に行った。監督に、好きでもない女のあそこを舐めたくなくなったんですよって言った。そしたら、プロじゃねえなって。男優をやり始めてまだ3年目ぐらいだったかな。正直、あまり深く考えてなかった頃。若いからできてた部分もあったな。好きでもない女のあそこを舐めたくない、そして現場に行くのが嫌になったというコメントから、加藤隆さんが五木真理子さんのことを相当愛していたということが伝わってきますね。結局結婚はしなかったものの、同棲しており事実婚のような状態でした。どちらもトップクラスの業界人ですので、相当激しいセフェースをしていたと容易に想像することができますね。6、まとめ。いかがだったでしょうか。バブル経済絶頂期に大学生でありながら英霊女優デビューした五木真理子さんについて紹介しました。英霊女優としての活動期間は約5年なのですが、総出演本数は80本ほどとかなり多めになっています。デビュー当時はスマホもなく、もちろん SNS は普及していないため、当時のリアルな情報はあまりありませんでした。しかし伝説級の元 AV 女優ということで、活動していない現在でも多くのファンが名前をつぶやいています。当時の人気ぶりがうかがえますね。昭和末期から平成初期にかけて世の男性を虜にしてきた五木真理子さんの復帰を30年以上経っている現在でも待ちわびている方はとても多いことでしょう。今回の動画は以上になります。今後の励みになりますので、面白かったと思われる方はグッドボタンを、他の女優さんも知りたいと思われる方はチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。